皆さんこんにちは、セサムチャンネルのセスナです。本日はこちらラブライブスクエア缶バッジを開封していきたいと思います。こちら同じ袋なんですけど、実は2種類あります。こっちがスクエア缶バッジミューズボリューム1、こっちがスクエア缶バッジラブレスワールドバージョンとなっております。これはスカイツリーに行ったんですけど、そのスカイツリーの3階だったかなにあるアニメショップでたくさんのアニメグッズが置いてある中にラブライブグッズもあったので買ってみました。ではまずはこちらのスクエア缶バッジの方から開けていきたいと思います。セスハムチャンネル。はい、それでは開けていきます。ちょっと頑丈にテープ貼ってあるんで、横からハサミで開けちゃいたいと思います。はい、まずは1パック目、せーの、ほい。あ、ニコニーですね。え、かわいい。バレンタインのやつなのかな。私スクスタとかスクフェス2はやってないので、もう新規絵柄ですね。いや、スクフェスめちゃめちゃやってすごい頑張ってたんですけど、ちょっと2は嫌って思ってやらなかったです。自分の結婚式とかもう忙しくって、もう無理かなと思って。あ、でもこうやってグッズが出てくれるのはすごい嬉しいですね。ゲームでゲットできないけど、こうやってグッズになってくれるとね、リアルでゲットできるんで、とっても嬉しいですね。じゃあ次2個目、せーの、ほい。あ、マキちゃん、かわいいね、このマキちゃんも。うん、あ、ニコマキじゃあ次最後、はい、3パック目、ほい。はぁ、かよちん出た、嬉しい、めっちゃかわいい、やばい、引きが神ってる。いや、いいですね。前回の動画を見てくれた人はわかると思うんですけど、前回はサンシャインの方でダイヤちゃん2つとも取れましたからね。もう1個こっちの方でも早口に引ければいいかな。次、ラブレスワールドバージョンの缶バッジ開けていきます。ラブライブのこういうランダムとかあるじゃないですか。なかなか手引きできなくて、よくハムと一緒に行ってたんで、ハムに選んでもらってよく出たっていうね。あの人より人も押しよく出すんですよね。今回はめっちゃ運いいんでいけると思います。じゃあこっちの1パック目、ほい。あ、りんちゃん、そう、りんちゃんはお台場行った時誕生日が近かったんで、キッチンカーでポストカードもらえるとかやってたみたいですね。じゃあこのままりんかなって感じでね、欲しいですね。2パック目、ほい。あ、のんたん、え、かわいい。クマ耳みたいになってる、かわいい。え、かわいいですね。なんかラブレスワールドってロックっぽいような激しい楽曲で、これが新しい衣装なんですかね。ちょっとその辺わかんないですけど。だったらこのかわいい衣装の形も欲しい。最後1パックで引けてくれ。はい、それではラストパック開けていきます。ほい。あ、まきちゃん。マキちゃんもかわいい。これ、あれかな？ 1 年生は水色とかっていう風に決まってんのかな？すごいかわいいね。セスハムチャンネル。いやー、3つ目、カヤチン出なかったけど、でも、こっちでカヤチンゲットできたんで、まあまあまあ、言うのでは、マキちゃん2枚とも出てる。いや、ミューズのグッズは、なら、昔のスクフェスの SR イラストとかが、こういう缶バッジとか、クッキーとかになってて、これは買い出したらもうキリがないし、なんならイカアクキーとかも出てるけど、つけるところも飾れる場所っていうか、そのファイリングとかもめちゃめちゃ大変になるかなと思って、それは買うの我慢してて、だからこういうちっちゃい図はめっちゃ嬉しいですね。感謝祭とかは普通の丸型の缶バッジ出すけど、なんか最近こういうスクエア缶がラブライブ多いなって印象ですね。まあでも確かにこの方が衣装全体も映せるし、背景とかも可愛く映せるから、めっちゃいいと思います。スクフェスの、まあスクスタとか、のイラストの背景がすごい凝ってるから、やっぱ全身とか映した方が綺麗さ増すし、多分スクエア感一番いいんじゃないですかね。ラブライブのミューズのグッズは出るのが本当感謝祭とか、そういう時しかなかったんで、そう、こうやって新規で出てきてくれるのはすごい嬉しいですね。で、まあ自分はラバストがめちゃめちゃ好きなんで、いいラバストでお願いって感じですね。
はい、それでは本日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、グッドボタンよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。